情念司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。今日はちょっと寺島さんがね、はい、こっちの方に、はい、枠の中にいますけど、今日ちょっとあの大人の事情がありましてね、大変でしたね。そうなんですよ、ね、それにしてもね、台風10号がね、はい、やっぱり猛威振るってますよね。振るってますね、いやなんかもう今日ね、23区は恐怖の注意報ということで、強風です。東京23区強風、あ、そうですか。午前7時現在で強風注意報が出てる。なるほど。カッパは今日は出ないんで、カッパは出ないですね。昔で出ました、出ましたね、茨城にね、活発な雨雲がということで ね、あ、カッパ、カッパですかみたいな、そうじゃない、ありましたけどね、で、ハローからハワイユーというね、進化は相変わらずハロー警報、ハロー警報なんで、これもう一個上の段階行くと、ハワイユーになるわけですよね。はい、今入ってきました。今一瞬ちょっと、何のことだと思って、なりませんよ。ハロー注意報が警報になって、なるほど。でハロー警報が午前7時時点では、はい、あの東部ですから、神奈川の東部の三浦半島に、三浦半島ね、私がいつも、三浦半島は常念さんはいつもいらっしゃるところですよ。そうです、いつもカヤックやってるところですよ。あそこでは波すごいんですね、今。波はね、もうね、こんなんがバサーンって。そうですか。もうこの間ね、土曜日行ったんですけど、もうすごかったです。もう影響はやっぱりある。久々にでっけえ波来てて、で普段はでっかい波来るってウェーッつってその波乗りするんですよ、はい、追っかなくて乗るまででした。そんなに追っかそのまま、もうあの岩に砕け散るみたいな、もうドーンってきて、もう入ったら出らんねみたいな、コントロール不能になるなと。もうそのぐらいの力を持って、すげえのが来てました。自然は舐めちゃいけない。そうですね、はい、そんな時行かなきゃいい、行かなきゃいいんですけどね。いやでもちょっと、ちょっとやっぱ行きたくてね、いろいろ課題もありまして、俺ね回復やるためのね、いろいろ課題があってね、そのために行ってきたんですけども、やっぱり大きい波にも慣れるって課題なんですか。そうですね、まあその大きい波のリスクをどうハンドリングするかということですけど、ただ気をつけないとね、まあ波の中でね、パドル落として手ついちゃったりすると、ここボキッていっちゃうんで、そうなんです、結構危ないです。もうこうやってやらないとね、充実じゃないですけども、もうその時はでももうパドル落とすともう終わりですからね。はい、まあまあ大変ですよ、ねね、楽しいですけどね、カヤックね、まあ波の時は楽しいですけど、荒れてる時はちょっと気をつけないとね。必ず2人で行くんですか。なるべくそういうツアーに参加するようにしてね、あの大勢で行くようにしてますけど、一人で行くときは、良い子はですね、知らないところには行かないようにしてるん で、はい、でね、行ったことあるところまでしか、勝手したるところしか行かないようにしてやってますけどね、まあでも今日もね、おはようテラちゃん、自民党総裁選、一色でしたけれども、はい、いやもうなんかね、岸田さんがもうちょっとね、なんかよくわかんないこと言ってるんで、なんかちょっと他人事ながら心配になってきましたね、まあ皆さんね、この身に当たりというか、それは悪くはないんですよ。なんか岸田さん、いつの間に格差是正の人になったんですか、でもやってくれそうかなと思うと、っていう感じはしますね。ですよね、なんかそのね、格差を直さなきゃいけないみたいなことを岸田さんがなんかやたら言ってるのが、なんでこの人そんな人だったっけと思ったんですよね、まあ、なんかその、増税するための口実なんでしょうね、きっとね。でも中間層ってことですよね。まあ中間層とか言うんですけどね、でも一番中間層が恩恵受けてますけどね、アベノミクスでね、なんだかんだでね、やっぱり失業してた人にとっては、はい、収入ゼロがね、プラス10万でも20万でもいくわけじゃないですか、圧倒的にプラスですよね、でこれがやっぱ大きいんですよ、でその500万人も就業者増えるとやっぱ全体の平均をぐーっと引き下げちゃいますから、実質賃金で見ると下がっちゃうんですけど、でも別に誰一人給料下がった人いないですからね、そのだからその野党でね、あ、そうこの間立憲民主党で代表選あるじゃないですか、泉健太君が立候補するんですよ、で泉健太君と言ってるぐらいですから後輩なんです、あいつね立命館大学雄弁会のね、OB でね、僕とちょうど入れ替えで入ってきた世代なんですよ、ね、同期がね自民党の武井俊介とね、それから国場幸太郎と、泉健太はね同級生なんですよ、はい、武井が中央大学自達学会で、国場君が早稲田の雄弁会で、泉が、立命館の雄弁会なんですよ、で泉が一番出世しててね、今野党第一党の党首目指して頑張ってるんですけど、うん、立候補、ただねその立憲民主党 の、 今度できるね新しいこの、立憲民主党で名前になるかどうか分かんないですけど、はい、まあ、民主党になるとか、はい、まあ、要は合流新党のね、はい、まあ、その代表選規約が国会議員の投票だけで決まっちゃうんですよ、でこれ全然なんか批判出ないんですけど、地方の支部の投票一切入らないんですよ、はい、自民党は一応ね地方の支部から3票 で、はい、でその3票についても、どうぞ公選してくださいと、そうです、その地域で党員投票してくださいということで、なんかね47都道府県のうち40都道府県が、はい、40ぐらいの支部が投票するらしいんです、はい、自民党はだ一応地方の声反映するんですけど、民主党のね新たにできる合流民主党の代表選はですね、国会議員の票だけで決まっちゃうんで、立憲民主党がもともと
多いですから、はい、枝野さんが勝つんじゃないか、出来レースなんじゃないか、なんか開かれてない感じしますね。そうなんですよ、で、あの泉くんにね、まあ、一応フェイスブックなんかで僕ね、こんなこと言ったらみたいなこと書いてるんですけど、あのやっぱりね、あの実質賃金のことあんまいじるのは、はい、あの速攻反論されて、あのダメだし、あと安保法制もあの同盟をねした方が戦争の確率下がるっていうのはもうこれデータで出ちゃってるので、はい、だからその巻き込まれてね、あのいわゆる彼らの巻き込まれる理論はじゃないですか、はい、戦争に巻き込まれるっていう理論はこれ必ずしもその必ずしもというか過去のデータから言うと間違いだよということになっちゃうんで、あんまりその辺やるよりは、はい、むしろもっと格差を縮小できたのに、アベノミクスは変な増税なんかしちゃってね、まあ、安倍さんは変な増税2回もしちゃって、で本当はもっと縮まるはずの格差が縮まらなかったっていう攻め手でやった方がいいんじゃないっていうふうに僕は泉君にアドバイスしたんですが、まあ、彼が私の意見を採用してくれるかどうかわからないですが、でもとりあえず減税しろってことは言ってますよね、はい、で枝野さん結構ほら減税に及び腰だったんで、はい、泉君が減税でわーって攻め立てると、はい、まあ立憲民主党というか合流新党もね、はい、減税に関してはいい方向に行くかもしれない、まあ、あれはなんですね、ジョネさんに聞いてみたかったのが、はい、あのまあ、3党合意で消費税ってのは決まりましたよね、はい、その呪縛ってのは強いんですか。いやだあれをだからまあ口実にしてるんでしょ、はい、3党合意で決めたから守らなきゃいけないってことで、はい、他人のせいにして増税してるわけですよ、で自民党も一応財務省にもまあねある程度こうまあ花持たせなきゃいけないですし、まあ、こっちをくすぐりこっちをくすぐりしながらやってるので、まあ、そのバランスの中でそのまあ増税っていうのはねやっぱりほら国民に煮え湯を飲ますわけですから、はい、自分としてもやりたくないですよね、でもいや私はやりたくないんですけど3党合意で決まっちゃったんでしょうがないんですってポーズを取ってるだけなんですよ、だけどその3党合意の1党である民主党が今もう崩壊してないわけですから、はい、もう3党合意も事実上崩壊と当事者いないわけですからね、約束守る必要ないんですけどもう2党しかないしね、なのに今3党合意が3党合意がもう国会で決めましたからって、まあ、一応あれ法律になっちゃってますからね、だからそれをまあやり直すのはめんどくさいみたいなのがあるのかもしれないですね、でそれはそのまあ野党であるこのね、まあ、統合民主党ね今度できるやつもまあ同じで、なんかその増税に関しては基本的にはすごい及び腰で、でまあおそらくまた代表に選ばれるだろうと言われてる枝野さんもどうもなんか減税とかそういうのガシガシ押していかないだろうなというふうに見えますね、だもし選挙ってなった時、維新の会とそれから国民民主党は消費税減税だって多分大騒ぎすると思うんですよ、で自民党が減税って言わないと意外とここが勝ったりするかもしれないですね、でなんか事前予想出てましたよねこの間雑誌かなんかにね、立憲民主党かなり苦戦するっていうのがもう出てましたし、あと朝日新聞の世論調査でも支持率下がってますよね、自民党支持率 40% に出して立憲民主党 3% とかですよ、で2012年の11月の時にね政権交代直前の世論調査で、自民党と民主党の支持率って確かダブルスコアぐらいだったんですよ、民主党がね 20% 切るぐらいで自民党が 40% 近く 30% 台後半で、でこれで選挙やったらもう間違いなく政権交代起こるって言われてたんですけど、今立憲民主党3に対して自民党40ですから10倍ぐらい開いてるんですよ、でこれを逆転するのって並々ならぬ努力が必要ですよね、で逆に言うと枝野路線でこんな差ついてんだから枝野路線ひっくり返さないとこの差は埋まらないんですよ、だとするとやっぱ泉くんがやっぱりね党首にならないとダメなんじゃないかと私は思うんですけどね、頑張れ泉って感じですよね、そうするとなんかねこの流れというか空気も変わってきますね、いや変わると思いますよ、ね、泉くんはだ僕よりも若いですからまだ40代で、で彼がもうバシバシねもう本当のリベラリズムですよ、そういうなんか外国の影響とかねなんとか思想とかそういうのじゃなくてそういうの排除して過激派も排除してそうじゃないリベラルでやっていくべきだと思いますよね、なんかその一部のねその立憲民主党の議員さんの中にはなんかその事務所に過激派みたいなのが潜り込んでるというような話もね、まあこれは篠原さん詳しいんでぜひ水曜日に聞いてもらいたいんですけど、はい、ありますので、そんなんじゃちょっとね国民の支持はなかなかね、集めらんないですよね、ね、でこれ先ほどね井上さんおっしゃいましたけども、もし、まあ、自民党も新しい総裁になります、14日決まって、まあ、そこから総理が決まる、そして結構近い時期に解散なんじゃないか、まあまあでもまだ分かんないですよね、来年1月までにどこかのタイミングでやるとは言ってるんですけど、まあ来年1月になるんじゃないかっていう人もいれば、いや10月25日投開票決まりだっていう人もいるし、ちょっといろいろなんですよね、その時のでも自民党の大きな一つ武器があるとするならば、消費税減税、そうですね、まあ本当に世論調査とかでやっぱりちょっと追い詰められて、でも世論調査で追い詰められると解散しないかもしれないですけど、難しいんですけどね、大義名分はと言われたらやっぱ消費税減税ってのは一番いいと思うんですけどね、
やってくれるかどうかね、まあ、どこまで解き伏せるかってことなんですね。そうですね、まあ、国民の声ってことで聞いちゃえば、はい、まあ、一番いいと思うんですよ、はい、であの明後日ねおはようテラちゃんに本田逸郎先生がご出演されるそうですけれども、はいはい、本田先生もねあの、まあ、あのちょっとこの間連絡取りまして本田先生と聞いたらね、あの今回 の, その60兆円ぐらい増えた、まあ、この財政政策のね、まあ、国債の発行額なんですけどね、その大型財政に当たるための、はい、これねなんかねあの中身を見るとほとんど短期国債で回してると、はい、でと思って本当に日銀っていうか財務省のサイト調べたんですよ。そしたらね確かにね短期国債だけ60兆ぐらい増えてるんですよ、はい、でね10年国債とかね数千億円しか増えてない、うん、でなんでこれ10年国債でやんないのって話で、今この短期国債でその短期でロールオーバーするやつをごく一部でもね、まあ、半分ぐらいでもいいから10年振り返ったら、はい、これかなり大きな金融緩和効果出ると思うんですけど、うん、なんでやらねえんだと、でこういうところをねぜひね泉君にはねついてほしいなと思って、はい、この間ちょこっと教えといたんですけどね、言ってくれるかどうかね、で野党からガーガーってそういうこと責められたら自民党も、まあ、野党が言ってるんでってこの三党合意みたいな感じ ねいい形、いや俺らはいいんですけども野党うるさいから、はい、うん、国会対策上ちょっと悪いけどほらもうちょっとほら乗り換えてよ長期にもどってもねえだろっつってやらせりゃいいんですよね、はい、そうすると国民にはいいことあるので、短期と長期じゃかなり違う、全然違います。短期だとねお金とお金を交換してるような感じでほとんど効果がないんですよね、できれば長期であの長いお金がねずっとこうあの市場に出まくるっていうことだと、はい、これはね大きな影響があると思います、はい、だから増えた分はねなるべく長期国債に乗り越えてほしいなと思うんですけどね、はい、果たしてやってくれるか、これをね、野党第一党のね新生民主党がガンガンって言ったら、俺はすごいなと思うんですけどね、はい、まあ泉健太君本当頑張ってください、はい、はい、そんな感じで、じゃあ最後に番組の宣伝を、はい、今週は大人の事情で、大人の事情です、も聞いていただきたい、はい、特に聞いていただきたい週を迎えております。もう、今ご覧のあなたもですね、はい、もちろんなんですけども、お友達にも紹介していただいて、はい、一人でも多くの方に文化放送おはようテラちゃん活動中、月曜から金曜日まで朝5時から7時まで、はい、もう熱込めてお届けしてますんで、はい、ぜひとも 1134kHz、91.6MHz、もう AM でも FM でもラジコでも聞けますんで、うん、みんなに紹介してください。はい、文化放送ですからね、はい。新しく聞いた人にはね、はい、寺島さんが自腹で尾崎牛買ってプレゼントしてくれる。ちょっとそこまでそこまではないですよ。でも感謝の、あのその辺に消費者金融ありますから。いやそういうんじゃない。あの無人で今できますから。いやいやそうらしいですけどね、はい、そういうことでね、そういうじゃなくて感謝の気持ちはもうお届けするところでございます、はい、寺島さんがこの中から出られる日が来るまで ね戦っていきたいと、あなたの力、あなたの力で出してあげてください。よろしくお願いいたします。はい、今日もどうもありがとうございました。ガー